波動は、サイエンスフィクション、伝統、代替医療、オカルト、疑似科学のラジオニクスなどで使われる、生命力エネルギーの概念のことである。多くは、世界は単なる物質と、それと等価の基地なる、エネルギーの対応のみではなく、何らかの未知なる、エネルギーの対応が存在していると捉えている。SF における波動は、人類には未知の、 原子力を超えたテクノロジーを表す場合が多い。オカルトや代替医療における波動は英語のバイブレーションの訳語であり、日本語では振動と翻訳すべきところを科学的な表現である波動やエネルギーなどと訳されている。肯定的に評価しても仮説であり、疑似科学であると批判されることもある。波動という用語から科学的。 物理学的な裏付けがあるように考えられがちだが、物理学での波動とは異なる。波動という言葉は、代替医療を標榜する悪徳商法でも使われることも少なからずある。古来、用の東西において、目に見えない力やエネルギー、微細な物質についての素朴な諸観念が形成されてきた。そして多くの文化圏において、これらを生命力と結びつけて考える。 正規論的世界観の伝統が見られる。例えばよく知られているものとしては中国における木であり、インドにおけるプラーナであり、ストア派などの古代哲学やガレノス医学におけるプネウマである。近現代の西洋では、こうした全近代的な諸観念は、機械論的世界観の登場と、自然科学の進展とともに、科学の表舞台から去っていき、 近代オカルティズムの中の概念として生き残ることとなった。例えば、アリストテレスの天体論において星界の元素とされたエーテルの概念は中世から近世までのヨーロッパの宇宙間に受け継がれたが、今日これはエーテルタイやアストラルライトなどのオカルト用語にその名残を見ることができる。代替医療研究家のリチャード・ガーバーは著述で聖書での手をかざして、 治療を行う手当て療法、中国の気候や、ハリアヒンドゥー教でのプラーナ、近代では、エーテル体、動物磁気、ホメオパシーとの関連を指摘している。これらの概念の系譜の中に、現代のオカルトや代替医療における波動を位置づけることができる。キルリアン写真で撮影された手、指先がコロナ放電にしている。 20世紀にこの分野に興味を持った科学者も多い。生体エネルギーや波動を操作することで治療するというラジオニクスを発明したアルバート・エイブラムスは医師である。ラジオニクスでは微細なエネルギーを患者に送り返すことができると考える者がいる。また、イギリスのジョージ・デラ王はラジオニクスを利用したカメラを制作し未来の写真と主張するものを残している。 精神分析家のビルヘルム・ライヒの唱えたオルゴンというエネルギーが波動であるとして代替医療に用いられる場合がある。これは性エネルギーと関連があるとされ病気治療に有効であると考えられた。ライヒはオルゴンエネルギーが空間や生物、無生物に脈動していることを確認したという。ライヒは ジークムント・フロイトの分析法を応用し、肉体の中のオルゴンエネルギーを自然な流れに、するための物理療法を開発した。他にもエネルギーが波動であるとする代替医療は、様々に存在する。1940年代には、ロシアのセミオーン・キルリアンが、電場で生物を撮影することに成功した。これは一般に、キルリアン写真と呼ばれる。さらに、 葉っぱを切断してから撮影しても葉っぱの全体像が映るというファントムリーフの現象も確認されている。何らかのエネルギー状が残っているとも考えられた。機械論的世界観は分子や原子といった微細な物質のメカニズムを解明してきたが、それでも慢性的な疾患に対して対象療法的な医療しか行うことができなかった。 薬剤や手術を用いずに治すということにはつながらなかった。電場や磁場などを単に物質だけでは考えられないエネルギー上も発見されていった。こうした流れの中で1960年代のヒッピー、1970年代後半からのニューエイジといった運動の中で取り上げられるようになった。20世紀後半はスピリチュアリティや代替医療によるエーテル焼きといった概念に 再び関心が集まっていった。20世紀後半には、電気や、磁気や音を計測する機器の発達に伴って計測も行われた。1950年代には、ドイツのフォルによって EAV が開発された。患者の軽血に電気を流して抵抗値を測る機器である。また、1989年に、アメリカのウェインストックによってメラが開発された。 人体などの固有振動を分析するというメラは、自らの伝言の著者、江本勝により、日本に持ち込まれ、波動測定器として使われるようになった。こうした機器によって、波動の強弱を測定した飲食品や商品が、代替医療に用いられる場合がある。しかし、効果の実証はなく、薬事法違反で関係者が告発されて逮捕された、事件や、 民事訴訟されたケースもある。前述のメラは、内部の回路は何ら測定、解析に関係ないものであることが判明している。現在、日本において科学的証明やエビデンスに基づかない、効能を謳った商品などの販売は、不等形品類及び不当表示防止法に定触する。波動という概念をもとにしたホメオパシーは、統計によって、プラセボと同等であったため、 効果がないと報告されている。1995年には波動測定器の関係者によってサトルエネルギー学会が設立されている。学会という名前がついてはいるが、実際のところはメラなどの機器販売関係者によるご助会である。ありがとうございます。